こんにちは、岡田博史です。前回に引き続き、わけさんとの対談の後編をお届けします。今回も、いろいろな楽しいお話が聞けますので、ぜひお楽しみください。じゃあ早速始めます。あとそう、で、この、はい、ポッパー使うときに、あ、ちなみにそのカニポッパーっていうのもあります？写真とか。写真出しますね。これです。ほう。これをね、いつも一緒に行ってる川本くんっていうのが、ねえ、このポッパーヘッドだけみたいなのつけた、うん、にレッグつけてて、ねえ、これでやって結構釣れたんで。へえ。それで、まあ僕は最近、よく自分の、フラットのチヌフライにもこれ使ったりしてるんで、うん、この後ろの。ほう。後ろのこの、あのチョキですね。ああ、このシェニールで作ったやつですか。はい。そうです。うんうんうん。1個だけつけてるのって結構、あるんですよね。パーミットフライでも1個だけ後ろについてる。あ、フライの動きが安定するとか、なんかそんなあれなんですかね。いや、まあちょっと爪があると、うん、カニだと思うんじゃないですかね。俺はそんな、もう動きもこれ関係ない気がしますね。結構、あれですね、パーミットだとか、そのトリガーフィッシュだとかの食らうパターンに、こうシェリルの、爪つけてるの結構多いですね。もう多分ね、こう、結局方向とかも違うじゃないですか、これ。うん、引いてくるのに対しての方向とかいろんなのがこれもついててあるけど、うん、多分こう一瞬のあれでこう爪があるともうカニだと思っちゃうんじゃないかなと。この形っていうかあれが、はい、ちょっとしたトリガーみたいになってるんですかね、うん、ような気がするんですけどね、うん、これで裏なんかはもうこんな感じ。なんか、下から見た方がなんかカニっぽいですね、より。そうでしょ。だからもう、これだと多分、下手すればカニに見えちゃう、ような、うんうん。実際に結構カニが表層でふわふわしてるみたいなことを、よくあることなんですか？いや、あんまりないです。あ、そういうわけではないけど、まあ、カニちょっと、で、ポッパーやったら面白いんじゃないか、ぐらい、ええ、そんな感じです。多分食、うん、いれば食うと思うんですよ。多分カニは認識してるんで、うんうん、まあ、カニは、まあ、好物なはずですもんね。それなんで、まあ、これがおれば、カニだと思うんじゃないかなっていう、あれですね。うん、面白いですね、うん。あと、もうちょっとフライの、じゃあ、フナムシ。うん、うん、うん。これとこれ同時にいけるのかな。あ、同時にはいけないんか、2個は。まずこれ、船虫的な、うん。ああ、これもやっぱり浮くように作ってるんです、ね。これ浮いた、これフォームなんですよね、上が。船虫っちゃ船虫っぽいですね。うん、とこれもちょっと船虫っぽいんですけど、うん、これインジケーターつけてるのがね、ええ、真っ暗なバースの中に入れると逆光で真っ暗で見えないんですよ、うん、フライの位置が。で、この船虫的なやつはポッピングさせないんで、どこに波もあんま立たないんですよね。こうね、こうやって、ちょっとオーバーにでかいのつけてたら、これがちょっと見えるときあるんで、フライの位置を確認したいために、ちょっとこれはこれ、インジケーターつけてるんですけどね。うんうん、まあ、今度はトラウトとほぼ一緒ですけどね。そうですね。全然こう、川ですかって、なんか食ってるような感じですよね。これまあ、あと、船虫。んで、もう一個これも。ほな、船虫。基本ね、異常に簡単なんですよ、僕のフライ。まあ、あんまりこう、一本巻くのに時間かかるのもね、どうかっていうもんですからね。そうですね、ビッグフライは異常にかかるんですけどね、時間。あれは異常にかかるんですけど。ちなみに、ビッグフライ一本巻くのにどれぐらいかかるんですか？あれね、多分初めてのサイズとか、初めてのものを作ると、4時間ぐらい。4時間ですか？4時間。あ、ほんで同じもん作るとそれが短縮されて3時間とか、うん、だんだんこう慣れてくるの、ね、それでも3時間ぐらいかかっちゃう。3時間、はい、うん、なかなかあれですね、なくしたくないですね。なくしたくないですよ。で、うん、エンリコとかのこう巻くやつあるじゃないですか。ねえ、
なんちゅうんでしたか、針金が真ん中に入ってて。あの、ダビングブラシみたいなやつですね。はいはいはい、あれでカーッと巻いたら早いんですけど、あれ異常に高いじゃないですか。うん、あれで巻いたら早いんですけど、うん、高くてケチって、例えば EP なんかでもこうやって何方向かにこうつけていくと時間かかるんですよ。早くやったら巻いちゃえば。巻いちゃってもね、でもね、2時間はかかりますね。うん。初めの仕込みからずっと考えやると。そっか、仕込みも必要なんですね。あるんですよ、初めの、台っていうか、シャンクとかのね、仕込みとか。今度いっぺん、それだけでまたなんか、ね、動画お願いしたいですね。結局、針もないんで、あれ、針もね、切ってつけたりしてるんですよ。うん、ほう。切って違うシャンクつけたりね。ええ。市販、あれ、どうなってるんですか？あれ、まあ、ゲームチェンジャーなんですけどね。じゃあ、アーティキュレーテッドシャーク、シャンクをつないで、みたいな感じですか？そうそうそう。はい。うん、で、まあ、その時に、その、針の位置が、市販の針だと、どうしてもね、良くないんですよ。うん。フックポイントが。で、それをいろいろ考えてるうちも、針も結局折って、またつけたり、結んだりして。その下ごしらえがね、結構かかるんですよ。で、取れちゃったら嫌なんで、結構頑丈にするんで。それ、販売とかもされてるんですか？販売一応ね、サボロで。うん、売ってますけど、何個か売れたみたいですけどね。はい、すごく高くなりますね。高いんですよ。ああ、そんだけ手間かかったら、そりゃそうですよね。高いんですよ。はい、すごいな。そのビッグフライご存知のない方のために、ね、あれですけど、ものすごい、長さ的に30センチぐらいある感じですか？いや、もうでかかったらそれですけど、今最近はね、うん、23センチぐらいに収まってる。22とか3に。そういう でかいフライを使って、シーバスとかいろいろ釣られてるっていう。主にシーバスですか？主にシーバスですね。他もね、出る、大阪湾だとやっぱ青物が出るんですけど、こっちの愛知県なんかでもね、浜で、はい、ブリとかがこう回ってくるときに、時期によってはこの城とかが来る時期があって。そういうところだとあれがね、結構いけると思うんですよ。ね、良さそうですね、多分。あれもね、針を考えないとダメですね。あのサイズなんてそうですね、針の、ま、その位置だとか、形とか、結構大事になってくるでしょうね。そうそう。イーバスもね、食うんですよ。うん。ポンって食って、その後すぐ入ってるんですよ。チョボンって。うん。ポコって。で、まあ、そこで見切ってんのか何か嫌で吐くんですけど、うん、まあ、その吐く前にも、どっかに当たりはかかるんですけど、うん、それが当たんないんですよね、針が。大概こう一緒にぶって吐き出しちゃう感じですね。吐き出しちゃってるのはもうそっちも見ますね。食ったと思うと、スワンって。食ったと思って、キュッと合わせても、フライが動く頃にはもう吐いてるんですよ。じゃあもう、吐き出した時になんかついでにこう引っかかっちゃうぐらいの感じでないと。そうそうそう、そういうのが。なんですね。そういうのがいいと思うんですよね。なんか、それだけで喋ってるの。言うにこの時間が1時間やそこらかかっちゃいます。どんどんかかっちゃいますね。まあ脱線してしまいましたけどね。いや、楽しいです。ちょっとまた話戻しますけど、はい、ポッパーその使うときの、その、キャスティングのコツだとか、そのリトリーブのこう、バリエーションっていうんですかね、その、こんなアクションを起こしたいときは、こんなリトリーブがいいとか見た、そんなのあります？それね、リトリーブは、やっぱり、チコ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 って、細かく弾いたり、ロングでシューって弾いたり、カポンカポンって、まあいろんな、まあそのバリエーションを組み合わせるパターンなんですけど、やっぱその日に一番いいリトリーブっていうのが、やってみないとわかんないですね。いろいろ試してって。例えば投げてフライが着水した音で、ジュバーンって沈む。火があるとすれば、うまくフライが入っても、そこでポッピングをガボンってさせちゃうと、一気にそれで沈むんですよ。ブワン、そういう時は静かな方がいいんだな。静かな。にょ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 って、にょ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 ってやったり、チカ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 、チカチカチカ、こういうような。
そっか、いろいろ、やっぱり、これだっていうのではなくて、いろいろ、こう、そ持っうですてないといね。けないってことですええ、だね。からその日に合わせて。ただもうう傾向で、最近の傾向だと早い方がいいとか、そういうのがあるんで、それをまずやってもらったりしますけどね。早いっていうのは、そのスピードが速いスピードす方がいいってごい。こと。ほんでね、カボカボって言うんじゃなくて、シュルルって、シュルルってくるのがいいです。ああ、じゃあ、割とこう、長いストロークでずーっとこう、そうで弾くしみょ。たいあんな。で、あんま泡も、ウカボコって言わないで、シュルルシュルルってくるような。やっぱ、イワシなんかの小魚なんですかね、そういうの多ね。分そうですね、それは今完全小魚、吐くのも小魚吐くんで。そういう時はやっぱそういうリトリーブがいい感じです。でもカポン、カポンってやってる時もいい時もあるんですよ。ほんで場所によってもここはでっかくポッピングさせた方がいい場所みたいなのもあるし。同じ日でも場所によって違ったりす場所によっる。ても違います。はい。あとはバースの中の反響音とかもあると思うんですよ。中入ると相当響くでしょうね。そういう音がね、やっぱぶつけても、コンガーンになってるんで。リトリーバーその場に、臨機応変にその場に応じて、っていう感じですかね。はい。こう、いろいろやってみて、魚の反応を見て、ちょっとずつ変えていくっていう、そんなそうです感ね、じですはい。ね。この大阪湾のポッパーでの、なんかこう、面白いエピソードみたいなのって、他になんかあったりします？まあ、一番ね、すごかったのは、強烈なでかいやつが出て、あんなかったんですけど、まあ、かかってバレちゃったんですけどね。もうそれはシーバス、70ぐらいのシーバスだと思ったんです。出た瞬間。ブワーンって出で、70ぐらいあったってことですね。た。今な、まあ、60は超えてたんじゃないかなと俺は思ってるんですけど、もう俺、黒大じゃないと思いましたから、それは。それね、ボイルしてたんですよ。行ったら。テトラ際で、ジュボン、ジュボン、ジュボンって。あのね、ソーダのボイルみたいなイメージのことが起こるんですよ。ジュボン、ジュボン、ジュボン、ジュボン。それが、普通のバースの周りなんかでもたまに起きるんです。で、それはね、もうバースから離れてオープンに出てるんですよ。で、ソーダが、丸ソーダなんかがそういうボイルするんで、そういうのかなと思っていくと、黒鯛なんです。そういう時は本当稀に、まあ何回かしか僕も遭遇したことないですけど、あるんですよ。で、その時もそういうボイルしてて、でももうそれは黒鯛だってすぐ分かって、まあ投げたら、もうすぐヒット、ドバンって出て、かかって、でも、あれ今シーバスじゃないと思って。で、その時、チャーター船乗ってたんで、チャーター船の時で、今これシーバスでしょ？いや、でもなんか黒鯛っぽかったけどな、って言うんですよ。そしたら、まあさっきの針を使ってるわけですよね。ナローの。で、シーバスはあれでやると結構バレるんですよ。かかりが浅くて。逆に口がでっかいからあそうなんですよ。れなんですね。これ、多分バレる、シーバスだから多分バレますよ、つって。結構バレてした後、パーンってバレたんですよ。やっぱシーバスですよって、上げてきたら、針がね、べちゃんって、ほんとくっつく、潰れちゃってたんですか。潰れちゃってるんですよ。うわ、黒鯛だと思って。黒鯛時々やりますもんね、そういうと。これじゃあ多分でかい黒鯛だなと思って。で、その後ずっとやってたら、またでかいのは今度ね、ヘッド&テールで、フライをこう抑え込むように、全身ほぼ出したんですよ。グワーンって。ほんでフライを抑えるように食い込んで、それはね、かかんなかったんですよ。もうそれはね、めちゃくちゃでかかったです。体高もね、こんなような。もう絶対60は多分ありますよ。まあ、56とかまで僕釣ってるんですけど、そんなんじゃなそかっんなたもんでじゃない。す。はい。そういうのが、それが思い出、すごい悔しいなっていう。でもね、そこに、その後も何回も行くけど、そんなことに会ったことないんですよ。一回も。その日限定だったんですか？限定だったんですね。一回もないですよ。これがまあ一番大阪湾のこの黒鯛のポッパーでは悔しかった。ねえ。まああと、カモメの羽を食べてる黒鯛とかね。ほう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 。カモメの羽がこう浮いてるじゃないですか。ねそれをふーってきて、ポコンってくるんですよ。え、ええ。で、吐くんですけどね。何か餌と間違えてイワシだとるんで思っすてよるんですよ、ね。絶対。ええ。死んでこう、ぷかぷか浮いてるイワシみたいな、はい。そんなで、感じこなんですかれ、ね。やっぱ筒井さんもそれ見てて、筒井さんの筒井式ポッパーには後ろ羽が
フラットウィングみたいについてるんですけど、うん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 、それはやっぱそれを鈴木さんも見たからつけたって言ってるんですよね。なるほど。ええ、僕もね、2回ぐらい見てるんですよ、羽食ったの。なんか結構そう、ちょいちょい見るってことは、まんざらですね、ええ。そうなんですよ。多分こう浮いてるドラ、やったことないですけど、うん、ドライワカサギ的なもんでも絶対釣れるんですよ。多分そこまで追いかけて食うよりそれは死んでプカプカやってる方が食いやすいですもんね、そうです、それをだから結構狙ってるんだと思うんですよね。じゃあ時には全然動かさないで待ってるぐらいの方がいい時もいい時もあるかもしれないです、ね、あんまりそれはねやってないんですけど、ちょっと我慢できなくなっちゃうんですね。そうですね。で、まあ、船も一応ステイを心がけるけど、多少やっぱり動くのと潮が走るんで、どうしてもドラッグかかっちゃうんですよね。どうしたって動きますもんね。はい、大阪の潮のこう、高さとかですね、そういうのによって、こう、なんかこう、狙うポイントが変わったりとか。まあ、潮は、例えば、低くなればバースが開くんで。うん。入れやすくなりますよね。うんうんうん、ほんで、うんうん、もうひたひたの時はこの際をバースの際を通すしかないんですけど、やっぱ中にいるんで、やっぱ引いたらそういう中を打つ。うんうん、でまあそれで耐えていくような。引いてこう空間が広がった分だけより奥に入れなきゃいけないとか。そうです、その分。そんなことはあるんですね。多少はありますけどね。うん、開くとやっぱ奥に固まりやすい。でもすごい相手でも奥にしかいない場合もあるし、うん、ああもうそれ以上いけないから、ね、なわけですね。逆にね、うん、もう全然空いてなくてもその周りに出てる時もあるんですよ。うん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 。周りに出てバースの周りに、例えばバースから50センチとか1メーター離れてオープン状態で前にいる時ってすごいポップは食いやすいんですよ。釣りもしやすいですね、その時、ね、釣りもしやすいんですよ、そういうのは。だからその、なんていうのかな。まあ、潮位によってはそういうようなイメージで。ほんで、あとは、貝とか富士壺のラインに水があるときがいいですよね。基本的にそれより高くなると、あんまり魚の浮きが悪くなったり。まあ、一概にそれだけじゃないんですけどね。それ全然水が多くても浮いてるときもあるし、すごい下がってても浮いてるときもあるんですけど、基本はやっぱり、多少の富士壺とかカスがついてても食いたいんですよね、あいつら。それをこう、カバを舐めてるんですよ。そのラインが限界で、それよりあんまり外れることはないと、ね。それがこう見えてるときはですよね、水中に。水中ないしは水面に、その富士壺のラインとかが。うんそうすると、わりかし浮いてるんで。ほんで、富士壺ついてるやつも、ポッパーがうまく、バースとかの柱と、こう、クロダイがついてたら、ここの間通すと結構出たりするんで、急に反応して、ふわーっと追ってきたり。まあそうですよね。ガリ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 、こう、ちょっとだけ残ってる富士壺をガリガリかじるよりは、目の前なと泳いできてくれて、やつが食べやすいみたいなのがあるでしょうね。まあ、全然反応しない日もありますけどね、そいつらは。そいつらはもうそればっかりみたいな。セレクティブになってますね。セレクティブ。そう、もう日によって結構違うんですよ。で、行動がね、やっぱクロダイって、なかなか面白くて、いろんな行動があって。もうバースの柱の丸い柱をずっと回ってるんですよ。この一本の柱を。一本の柱をぐる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 回ってるんですよ。ほんで、それはタイミング合うと結構食うんですよ。基本的にね、じっとしてるやつより動いてる方が食うんですよ。その回ってくる、僕らはそれおまわりチヌって言ってるんですけど、おまわりチヌがいるからっつって、そのタイミングに合わせて、そこに、まあ、ターポの DD チェーンするのと似たようなもんですね。あの規模でかいですけど、DD チェーンをぐるぐるって回ってきて。そうです。回ってるやつのところに入れて、その食うラインがあるんですけど、あれも。それと似たように、こう、おまわりチヌがこう、くるくる回ってて、こっち回ってきたときにちょうどフライがあれば、それについて食うパターンがある。なかなか奥が深いですね。いろんなクロダイがいるんですよ。追い越したやつがいるんですよ。フライをね、ドワーってチェイスしてきて、これクククと思ったら、なぜかフライを追い越して、ぴょーって行っちゃうんですよ。追い越、
追い越した先で待ってるとか、そういうわけでもないんですか？待ってるんじゃないですか。なんか、ブワーって行っちゃうんですよ。ほんで、逆にこっちがこう合わせていくと、また来るんですよ。普通にね、こうやってきて、パッてやめちゃう、こうパッてやめちゃうようなやつは分かるんですよね。買ってきて、パッてやめる。でも、ずっと来て、フライを追い越しちゃうやつがいるっていうのは僕分からないんですよ。なんでこういう行動しちゃうんだって。遊んでんですかね。遊んでんのかなと思うんですよ、本当に。いや、面白い。確かに、ちょっと何考えてるか分かんない時ありますもんね。水浴びしてるやつもいるんですよ。水浴びですか？まあ水だと思うんですけど、バースからね、ちょぼ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 って水が落ちてるんですよ。多分あれはね、バースとかね、有毒なもんが目とか入ったら、人が洗うように、ああいうところに水栓がついてるんですよね。目洗うやつとか。そっから水が多分漏れてるんだと思うんですけど、たぼ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 ってこう、水が落ちてるんですよ、バースの間に。その下にずっと、こう水を浴びるように、ずっとその下にいるんですよ。滝行やってるんですかね。滝行みたいなもん。水浴びしてるのがこういるわけです。面白いですね。面白い行動がね、いっぱいあるんですよね。日陰から出てこないと。チェイスして、バースの奥入れて、日陰の中はすっごい勢いで、クッククククッと思ったら、日向に出る前に、ちょうどそこのラインで U ターンしたんです。プワン！フライを見切るんじゃなくて、日向に出るのが嫌で U ターンしたんです。あ、まあ、それはなんかわかる気もしますね。そういう時は日向にいるやつを狙った方がいいんですよ。もともと日向にいるやつの方が。日向を好んで出てるやつもいるってことですかね。まあ、好んでるのか、たまたまいるのか、そいつらは結局、ずっと追い出したら行くんで。もうその光に慣れちゃってるから、あれですよね、それはね。そうなんですよ。面白いですね。だからまあ黒鯛のいろんな習性と、それに合わせて、まあ、釣りが面白く組み立てられたら、まあ、余計に面白いかなという。あとそうだ、この環境保護とかそういうことについてもちょっとお話伺ってもいいですか？環境保護というかもうね、魚のやっぱりがいないと釣れないって、まあ、丸川さんもよく、魚がいないと釣れないんであるっていう言葉がよく使ってらっしゃるんですけど、まさにそれでやっぱり魚がいなくなるとどうしても釣りが成立しない。大阪湾でこんなチヌポッパーがあんのも、黒鯛が、まあ、これも放流のおかげもあるし、大阪の落とし込み師はみんなほぼリリースなんで。ああ、そうなんですか。そういうのもやっぱ大きいと思うんですよ。ほんで、大阪の落とし込み師は、渡船屋を回って、持って帰るのをやめさせてくれっていうようなね、協定を結ばしたんですよ。おー、すごいですね。で、落とし込み師のそういう努力もあると思うんですよ。すごいですね。普通、その、まあ、ゲームフィッシングっていうか、その、ルアーとかフライ以外で、リリースをするっていう釣りって、他には、ヘラブナぐらいしか、あんまり考えられないですよね。ヘラブナ。だから、落とし込みのね、大阪の落とし込み師のおかげは、僕、すごいあると思いますよね。こういうふうになったの。まあ、放流事業もわりかし盛んですし。そのリリース前提でこう動き出したのはどれぐらい前からなんですか？もうね、もう大阪の落とし込み師は昔からほぼ持って帰るんですよ。特に北港の落とし込み師は。もともとは多分もう食べても美味しくないとか、臭いとか、もともとはそういう理由だったかもしれないです。でも毎日来てるんで、毎日いるんですよ、行くと。そう。でも、いらないっていうイメージかもしれないです。元々でも、純粋にこう魚は釣りたいから、魚釣りはやめられない。もう持って帰ってもしょうがないんだし。だから。そのうちやっぱりリリースして魚が減るのを嫌になったんだと思うんですよね。いや、すごいですね。もう大阪に黒鯛はすごい、そのおかげでいるんじゃないかなと思ってるんですけど。それで魚がね、やっぱりいて、その上、その、あとは釣れる魚の遺伝子を僕はやっぱ残していきたい。やっぱりこう、一つの群れがあっても、釣れる魚って一部だと思うんですよね。そうですね。釣れやすい魚ってやっぱいますよね。そうなんですよ。何回でもこう、釣られてはリリースされ、釣られてリリースされっていう魚の個体もいるし。
クロダイもね、僕が釣った、タグ打った魚が4時間後に友達が釣ったっていうのもあったり。それなんかはね、3匹4匹こう一緒にいて、投げたら、1匹だけがパーッと追いかけてきたらしいんですよ。他のは動かなかったらしいんですよね。だからそいつにタグがついてて、4時間前に釣られてるわけですからね、フライで。好奇心旺盛なんですよ、ね。好奇心旺盛。そいつの遺伝子を残していかないと、釣れなくなっちゃうんじゃないかなと。でそういう魚って釣れやすいんで、その釣り人が持って帰っちゃったら真っ先にいなくなるタイプでしょうから、それを残すためにやっぱりリリースしないと絶対無理ですよね。だから釣りが、僕のね、友人がこんなん言ってたんですけど、釣りが始まった時点で多分、魚の最大になるやつは抜かれていった。釣りして釣れるやつって多分でかくなるやつだったって、そいつは言うてるんですよね。うん、餌もよく言うは食べるってことですからね、でかくもなるでしょうね。だからそういうやつが釣りが始まるとやっぱそういうのから持って帰られちゃうんで、本来のもう一番でかくなるやつらの遺伝子はもうないんじゃないかってね、平鈴木釣りの、ね、人が言ってましたけど、まあね、それが当てはまるせいかどうかは分かんないけど、まあ魚の平均的なサイズって基本的にはだん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 小さくなっていってる感じはありますもんね。そうですよね。そんな気は確かにするんですよ。うん、でもまあね、小さくてもまあ釣れれば、自分の釣り方で釣れれば満足になるんで、うん、やっぱり釣れる魚を残したいっていうのがあるんで、うん、やっぱこう川の魚をね、みんな大事にするじゃないですか、フライの人は特に。うん、でも海はそんなにしないとか、持って帰ったりするっていう、海も一緒だと思うんですね、うん、川。うん、器が変わる、大きさが違うだけで、基本的には一緒のはずですよね。一緒なんですよ。だから川もあれ釣れてるやつは一部かもしれないですよ。うんうんうん、すごいいて、ドライフライで釣れるやつは本当一部なのかもしれないです。うん、だからそもそもたくさんいないと釣りって成立しないですもんね。そうなんですよ。それで釣り方をこだわってると、なおさらそれで、まあ、1年やって2匹3匹でもいいっていう、人だとね、まあそれもありなのかもしれないけど、やっぱある程度釣れないと釣りも発展しないし、そうですよね、新しい発見もね、できないし、うん、やっぱみんなで楽しむんだったらやっぱり魚がいた方がいいなという、これもね、相当数いてちょうどいいぐらいでしょうからね、だと思うんですよ、減っちゃうと本当フライじゃ釣れないんですよ。そうでしょうね、やっぱフライラインのプレッシャーっていうのはでかすぎますね。ルアーと、ルアーで釣れてもフライ釣れないです。全然。同じ場所でやっても。もう完全にそれね、ラインのプレッシャーとしか僕は考えられないですよ、最近。これは、他のどんな釣りよりも、ヒットがめちゃくちゃ目立ちますからね。はい、そうなんですよ。うん、だから黒鯛が壁沿いで浮いてるじゃないですか。ほんで手前に浮いてるの気づかないで、向こうに浮いてるのが見えて、ポンって投げちゃうと、フライラインが落ちた瞬間にこいつらがティブランって沈むんですよね。そうですね、手前のフライラインが乗っかったやつは。でもそれでルアーのラインだと沈まないんですよ、対して。ああ、そうでしょうね。だからもう全然そのプレッシャーが違うんですよね、ラインプレッシャーが。ね、浜名湖なんかでそのクロダイやってても、その魚見つけて、そっちに気を取られてて、手前にいる魚に気がつかないで投げちゃうと、手前の魚がバッて散って、で、一緒に逃げちゃう。ちょっと魚も逃げちゃうみたいな、よくありますからね。はい。だからやっぱりね、ラインプレッシャーがでかいんで、普通の釣りより。やっぱフライで釣るには、特に魚がいっぱいいないとダメだなと思いますね。そうですね。まあ、単純にね、もうリリースしてればいいんじゃないかなと、僕は。ちゃんと元気なうちに元気に帰っていく状態でリリースできれば。それでね、まあ、というより、まあ、本当は一番いいのは、やっぱり、バックリミットっていう法律ができちゃうのが一番いいかなと。本当は、もう。例えば、ね、持って帰って食べたい人も満足いくし、資源的にも、安定するし。ね、海外なんかね、割と、普通に、結構な強制力でもって、はい、取り締まってるって言いますかね、そのルール決めてますもんね。募集みたいですよね。この釣りに来た車、船、うん、釣り具全部募集されるみたいですよね。あれに違反した場合。
ねえ、罰金やらもあるでしょうしね。だからね、日本ももしかしたら本当それぐらい、駐車禁止が減ったじゃないですか、緑のおじさんが来て。ああい駐う感車。じで、まあ、海でも僕はもう、なんていうの、レギュレーションっていうか、その、あとは、なんていうんだろう、あれ。ライセンス制、お金払ってもいいかなと思うんですよ。それそうで、でちゃすんよと管ね。理する人を雇って、雇用が生まれれば、それでまた、ね、ああいうもう、ふうになるんじゃないかなと思うんですけどね。ね、日本は本当海で釣るにはライセンスいらないけど、それは、こう、世界的に見るとかなり珍しいことみたいですね。そうですよね。一応、魚も本来国の資源ですからね、これ。ライセンスがね、必要になりますもんね。フロリダはね、ガイド料にライセンス料が入ってるんですよ。ルイジアナは買わなきゃダメなんですよ。その釣り人が買わなきゃいけないっそうそう。てこと。同じガイド船に乗ってても、釣り人が買わなきゃダメで、俺何回も見に来られたことありますよ。ライセンス見せろって。もう、法律として、もう、なんていうんですかね。海外なんかだと。あれですね。かなり厳しい罰則がありますもんね。あると思いますね。あんま詳しくはないですけど、多分なんかあって。日本もね、そうやって、国を巻き込むぐらいの感じで動かそうないと、でで、強制力も持たせないとなかなか広まらないですよね。すね。ね、釣りの経済効果って本来多分すごいと思うんですよ。そのね、あれをきっちり活かせるようなことをやれば、もっといろんなふうにお金が回るんじゃないかなとも思ったりもしますけど。まあでも魚がね、本当安定してくれるのが一番ですけどね。なかなかね、難しい問題もあるんでしょうけど、保護、できれば魚増やすぐらいの感じで、仕組みができるといいですよね。若さん的に魚の、保全とかそういうのもあるでしょうけど、他にもこう、将来的なビジョンっていうか、目標っていうか、そんなようなものはあったりしますか？これ的なね、まあね、ずっとこういう魚が釣れる状態が、まあ一生一生、まあ僕の死んだ後もずっと後世にね、それがつながっていけばいいかなっていうのがありますけどね。もう個人のあれとしてはね、まあ、タープの大会で入賞したい そうですね。それもやらないといけないですよね。あと若い世代へのこう、アドバイスみたいな、そんなのあったらどうでまあ、しやっょぱり、まあ、これ、乱獲は、まあ、食べるのもそこね、悪いことではないんですけど、それに集中するより、もっと釣りの面白さとか、釣りの過程を楽しむ釣りをしてもらいたいなと。そういうのはずっと思いますね。なる単純に結果だけじゃなく、その、過程を楽しんでもらう釣りをしてもらいたい。まあ、それにはね、あんまりその、乱獲せず、まあ、例えば自分の中でルール決めて、今日は1匹だけとか2匹だけにしようとかでもいいかもしれないですし、まあ、そういう、取ったら100匹釣ったら100匹持って帰る、ほんで結局もう捨てちゃうみたいなね、そういうのはもうやめましょうっていうような気がしますけどね。そうですね。さすがにでも、あれじゃないですかね。若い世代のその人たちってさすがにそこまで、こう、釣れた分だけ持って帰るっていう人は少なくなってきてるのかなっていう気がするんですけど、そうでもないですかね。わからないですね。これは昔、一時の方が僕は逃がしてたような気がしますけどああ、そうですよね。ね。やっぱり今、あと、美味しい魚を釣るやつが流行るじゃないですか。どっちかっていうと、美味しくない釣りのやっぱ、釣りっ魚は。て、まあ、大体そもそうですよね。美味しい魚が食べられるから釣りをするっていう動機で始まるのが、まあ、普通の釣りの入り方ですからね。もう流行るのはでもね、それが多くて、一時より、例えば僕は二十歳ぐらいの時の海でルアーをやってた人たちの方がリリースしてたんじゃないかなと思いますけどね。まあ海でルアーやってる人は少なかった時代ですけど。
うん、まあ、そうかもしれないですね。今は結構みんなね、うん。食べる目的でルアー始める人もうもちろん多いん。と思うんで。うん。そっか、ここ最近のその釣りのブームっていうのは、そっか、そういうところから入る人たちがいや、多いん結ですかね。構多いと思いますうよ。ん。そう、僕の認識不足でした。あ、そうなんですね。いや、結構そういうのがあるような気がしますうん、うん。ね。確かにそうかもしれないですね。僕が、今、最近のその釣りブームの波に乗れてなかったってことですか。多分そうだだといたいね、実際、例えば、岡さんでも僕らの周りで思も、う。うん、もう持って帰る人はあんまいないんですよ、きっと。そうですね。ええ。うん。いないはずなんですよ。もうずっとやってる人たちが多いんで。コロナ始まってから余計若干ひどくなった気がしますよ。そうですね。コロナのあれって、なんか急にブームになった感じそうでそう。すだね。から、ああいうね、釣り船なんかも結構人気でいろんなところが賑わってるみたいですけど、だいたいすごい乱獲ですよ。まあ、何人乗ったら釣ってるのかわかんないですけど、みんなもうすごいですから。そうか、そうか、そうか。あれをね、ちゃんと全部食べてるかどうか僕は不思議ですからね。多分ね、親戚中に配っても、なかな余るか。かもしれないですからね。昔なんかでも僕らよく関東の方でシイラ釣り行ったら、帰ってきて、もうそこの港にシイラがいっぱい捨ててあるっていうね、現状結構見たんで。捨ててあったんですか？やっぱ持って帰ってくれて、あれだけど、まあ、持って帰る気でいるんだけど、あんな1メーターぐらいの何本も、多分持って一帰本ありってきてゃる十と、分ですもんこね。れしょうがないだろうって言って、多分もうそのままそこにね、捨てていくパターンみたいなの結構見たことあるんですよ。だから今でもそういうことが起こってんじゃないかなって思いますけどね。それはちょっとね、それだけはやめてほしいですね。一番無駄死にですからね、それが。そうですね。食べないんだったら逃がしてやったらって。ある程度ね、その自分たちで食べるそうです分はっね。ていうのは、まあまあ、それは、まあ、釣りである以上そういうこともある程度しょうがないかなっていうのはありますけどね。やっぱりね、バックリミットの法律ができるのが一番ですね。ほんで、昔より逃がしても生きてる、昔って多分逃がしたら、釣った魚は逃がしたって死んでるよってよく言われませんでした？そうですね。そういう理由で持って帰んなきゃ逆にかわいそうだろうぐらいの感じで。そうなんですよ。それは最近減ったと思うんですよ。さすがに、逃がしても生きてるって多分思ってる人多いと思うんですよね。それは多少のね、効果が出てるのかなと思いますけど。やっぱりもう食べきれないもんはね、逃がすべきですね。あとそうですね。効果的なそのリリースの仕方っていうのをある程度啓蒙していく必要があるんでしょうね。そうですね。逃がせば何でもいいだろう。でも、それもちょっと違うかなって気もしますからね。まあ、高水温とかになるとね、やっぱり弱りが早いんで。そうですね。だからむやみにね、細い糸で長いやり取りをして、するんじゃなくて、ちょっと太い黒い糸で短いファイト時間で取った方がいいんじゃないかっていうのもね、割と定説としてありますもんね。あと写真とか撮るあれですよね。やっぱり暑いんで、やっぱり直置きしたりしたらすぐ弱るし。最近だとね、写真の撮り方も、魚を水から上げて撮るのは、よしとしない人たちも増えてますよね。そうですね。僕も船にも一応こう、いけすみたいな、バケツの大きいショットを入れて、まあ、写真は撮るまでもそこに入れてもらうようにするようにしてきをつけすぎなことはないでしょうからね。まちょっとだいぶ重い話題で なっちゃいましたけど。ちょっと話を戻っちゃいますけど、さっき出たビッグフライの話に戻りますけど、そういうビッグフライを使うときのタックルなんかにちょっとついてると教えてもそうらっですてね。もいいですか？まあ、タックルは、結局、
市販の竿で僕投げれなかったんですよね。どんどんフライがでかくなってきたんで。うん。そのサイズだと、なかなか投げるの難しいですよね。結構重くなるんで。ほんで、まあ、そんなサイズじゃなくても投げれるやつで、短い距離だとあんま釣れなかったんですよ。船が通る前に投げた方がいいんですよね。どっちかっていうと。うん。それなんで、距離を出したいんですよ。うん。まあ、船はどちらで流れるんですけど、風で。うん。こう流れていくんです。それで向こうに追い風で投げたいんですけど。それでも当然、スラックができちゃって、そうそう、フライが動かなかったり。引き代がなくなっちゃうんですよね、短いと。うん。それもあって、やっぱ距離出したいっていうので、まあ、試行錯誤して、うん。まあ、竿をなんかこれ作るしかないなと思って。うん。ほんで、まあ、まあ、市販じゃないな、ジギングロッドとかのね、昭和ジギとかの竿で、いろいろ試したんですよね。そうしたら、案外投げれるなっていうのが分かってきて、まあ、理想ではないんですけどね、投げれるなっていうのは分かってきて、んで、それで、相当試行錯誤して、竿もね、まあ、10本ぐらい作ったんですね、10種類ぐらい。そしたら結構、まあ、あとラインと、ラインも相当変えましたね、いろんな。そしたら合うのが、やっとは分かってきて、そしたら結構、これ投げれるじゃんっていう。ね、前、ね、少し、振らせていただきましたけど、はい、ね、ラインなんか、スカジットラインを改造されてた。そう、もうラインはもう、スカジットラインのヘッドそのまま使えば、ね、短いやつを。やっぱりあれぐらいガツンと重いヘッドでないと、あのでかいフライはなかなか運べないってことですかね。そうなんですよね。うん。さあ、僕ね、そのダブルハンドはっきり言っても全然ど素人で、全然わかんないんですけど、岡田さんなんかもっと初めからやったらもっと違うのができるんじゃないかなと思うんですよ。いやいや、そんなことはないでしょうけど。いや、多分そうだと思いますよ。俺、ほんとね、ダブルハンドって、それまで振ったことなかったんですよ。ビッグフライ、もうやっぱダブルにするしかないかなって。シングルじゃきついっすよね。シングルもフラフラなっちゃって、一回。ですよね。あれを一日中ね、8時間とか投げ続けたら、もうフラフラなっちゃって。一回熊本でね、まあ、川本君と二人、熊本もビッグフライ釣れるっていうんで、行ったんですけど、まあ、シングルでその時やったんですけどね。もうね、釣り終わったらもうバキバキに体がなっちゃって。でかい、極端にでかいフライを頑張って投げてたんで。いや、っていうか、よく投げられましたね。いや、まあ、案内は無理なんですよ。やっぱ、限界点のラインのフライ、投げれる、うん。10番とかで投げれる。その時で、12番だと結構疲れちゃうんで。その時でと、どれぐらいのサイズのフライ使われてた？その時もね、大きさで言うとね、20センチぐらいあるんですよ。ああ。だから質量がないんですよね、スカスカで、うん。スカスカにしないと無理ですよね。無理なんですよ。でも、水押しがないと、やっぱり出が悪いんですよね。ああ。そうなんですね。ある程度こう、ヘッドが、こう、バルキーで、水を押す感じの。押さないと。水が動いてないと、多分。ね、アメリカなんかでもね、あの、ポポビックスとか、でかいフライ使ってば、あの辺の人たちはどんなタックでやってるんですかね。あれってでも、普通にシングルとかに投げてますよね。なんですかね。だから、あれだけこう、すごいスパースで、ちょっとこう、ボリュームだけ出すけど、すごいスパースにこう巻いて、ね、はいはい。スカスカですもんね。ですよね。案外、ああいうの投げてる人に聞くと投げれるっていうんですよね。うん、ああいうのフライは。俺も作れないんですけどね、あれ下手くそで。あ、難しいですよね。めちゃくちゃ難しくて断念したんですよ。やめようと思って。あんなに綺麗にこう。そうなんですよ。綺麗に。あんな綺麗にならないもんね。ほんで、あれ断念して、やっぱりもう、普通の、まあ、河川のやつで僕はやってたんで、でももうやっぱ投げれないっていうので、サーフロットとかね、はじめ。はいはいはい。ジールミスの11ビートの。ああいうのはやっぱ投げれないんですよ。サーフロットはちょっと短すぎたりするんですか？長さはね、あんま変わらないですよ。今の僕の11なんで。うん、やっぱ強さ。うん。ラインの乗るラインの量ですかね。
そっ領か、地は重さですかね。そもそもあのラインを乗せるには、やっぱり相当強くないと、なかなか差が負けちゃいますもんね。あと、フライの、初め、どんどんフライエスカレートしたんですけど、フライが水から抜くときの抵抗、それと水を吸ったときのフライの重さ。普通フライの重さなんてあんま関係ないからラインの重さに投げるじゃないですか。そう、試作で作ったちょっと弱い竿とかだと、そのラインだけだったら乗るんですよ。でもフライ、水吸ったフライが行って、最後のシュートするときに、グーンって重さが乗りすぎて、竿がもう全然ダメなんですよ。ワニョンってなって。それもプラスされてるんで、重くなった。そうですね、水含むとさ、ね、結構な重さになりそうまなんですよすよ。結ね。構な重さになるんですよ。いや、でも、ちょっと面白いですよね、ああいう、あなんれ、か。まあ、新しいことがちょっとできたかなっていう気はしてるんですけどね。あれでね、結果、あれ買ってくれたお客さんでね、ものすごい130ぐらいのアカメ釣った人もいるし。おお、あ、そうなんですか。そうなんですよ。まあ、なんかいろいろできそうですよね。はい。こっちの浜でね、その、この白食ってる青物なんかには効きそうこですね。の城食ってる時は絶対効くと思いますよ。あれ、この城食ってる時全然小さいフライ無理ですもんね。でしょうね。でかさでないと多分ダメですよね。全然ダメなんですよ。僕ら出てた船って2艇あるんですよ、そこの船宿っていうか。で、フライの方は、まあ、俺らがチャーターしたルアーの方で出てたら、もう100メーター先ぐらいで、見えるところで一緒に流すんですけど、向こう連発ですよ。もうこっちの魚も向こう行ってんのかっていうぐらいね。まあ、当時良かったんで、今はそんなに釣れてないかもしれないですけど、もうバコバコに釣られて、こっちはね、ワンチャーターでモワンとなるぐらい、後ろで、うわ、出た、出た、違う、見に来たみたいな、U ターンしてるんですよね、そっちで見切って、モワンみたいな。釣れた時期に、今のシステムがあれば、もっと釣れてますね。今年もね、今年6月に行った時は、何匹かずつ釣れましたもんね、やっぱ。ああ、そうですか。そんな特大は、1匹でも友達が80いくつ釣って、俺は70ちょっとぐらい前でしたけどね。でも結構釣れるようになってきたんで、いや、もっとめちゃくちゃ釣れてた時に、あれでやってたらなっていう。もうね、そういう時期は多分時期的なもんでそういうのはあるでしょうね。だから。まあ、また釣れればいいんですけどね。あれもものすごいキープしちゃったんで、どうなるか。僕ら、まあ、シンキングラインで沈まして釣るんですよ。そういう時は、ちゃんとこう魚探に移り出して当たったんですよ。当たってそのやつがやっぱポツ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 フライでも釣れるんですけど、ある時からあんまバイブレーションの人らもあんま釣れなくなった時に、魚探に移るんですよね。ほんで、いや、映ってますよって言って、前映ってますよって当たったんですけど、もうそれ当たんないんですよ。これ多分、これす、ほんと鈴木、多分鈴木だと思うけどっていうわけですよ。でも食わないんですよ。多分釣れる魚じゃないんですよ、もうきっと。鈴木だけど。いても、全然反応しあんないっまりていう反応方しないやつね。らなんですよね、きっと。網で取ったいなくなったんじゃないんですよ、きっと。だから釣れるあ、魚が減ったんですよ。そういうものによく反応する魚がどんどん間引かれちゃったんですああ、これもう多分間違いないなと思いましたね、あの時。ね。弱ったもんですね。まあ、そうですね。やっぱでもフライでするには魚がいっぱいいないときついですよ。そうですね。なので皆さん、釣れた魚、できるだけリリースしてやってください。そうですね、お願いします。だいぶ話が長くなってきちゃいますかね。すいません、今日は長い時間、なんおか付き楽合いいしたくだてきまつしいて。ついね、止まんなくなっちゃいますけいや、まだなんかいっぱい聞きたいことがあるんですけど。また、別にも、時間取って、また、また、ね、2回目ぜとひ、か3よろ回し目くおと願いいたかしまおす。願いしたいと思います。まあ、評判がね、全然これで全然評判が悪くて、もういいや、みたいな、なるかもしれないですけいや、個人的にすごい面白かったんで、ぜひまたお願いします。またよろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございまあしりがとうございました。た。え、また、なんか、そうですね。最初の方でもお話しましたけども、わけさんのその、サイトだとか、イメールアドレスとか、その辺は、概要欄に載せておきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いしありまがとうございます。す。じゃどうもありがとうございあまりしがとうございた。ました。ありがとうございます。もう失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございます。前編後編と続く、わけさんとの対談、ちょっと長いものになってしまいましたけども、楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。今回の動画も、楽しかった、ためになった、そんな風に思っていただけたら、高評価のボタンいただけたらと思います。それから、コメント欄に感想などいただけると、ありがたいと思います。それから、今後もこのようないろんな人との対談みたいなこともですね、やっていきたいと思いますので、何かそれに関してのリクエストなんかもありましたら、ぜひ、このコメントでお寄せください。あと、チャンネル登録なんかまだの方は、そちらの方もぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画もお楽しみに。ありがとうございました。その向こうのあそこもめっちゃおるやん。見える？もう、いや、もうあっち行って、あっち多分出る。絶対出るから、あれ。そこ絶対出る。いや、おる、おる。若さんのチャーターボートサービス、アウェイクについては、概要欄に詳細を貼っておきますので、ご興味のある方、ぜひご覧ください。あそこで、あえて浮いてるやつは、ほぼ出るんですね。出る率が相当高いんですよ。左手ランニングお願いします。ナイス。